ブルシーロフ構成は第一次世界大戦中の1916年6月4日から9月20日にかけてロシア帝国軍と中央同盟諸国軍がガリツヤ付近で戦った戦闘。現場は現在のウクライナ西部ガリツヤ及びブコビナでありリビーブ、コーベリ及びルーチク付近で展開された。海戦名は本作戦の初案者でもある。 ロシア南西方面軍司令官のアレクセイ・ブルシーロフ将軍の中ら付けられた。フロリダ大学のグレートン・タンストール教授は、ブルシーロフ構成をオーストリア・ハンガリー軍にとって最悪の惨敗であり、強商国にとって最良の勝利であったと述べている。両軍合わせて200万人前後の死傷者を計上。これは、後の第二次世界大戦のスターリングラードの戦いに、 並ぶ数である。1916年前半に、フランス軍は、ロシア軍に対して、東部戦線で攻勢に出ることで、ドイツ軍の戦力を分散させ、ベルダミへの攻撃を軽減させてほしいと助けを求めた。要請を受けたロシア軍は、ビリニュス近郊のナーロチッコの戦いで、ドイツ軍に攻撃を仕掛けたが、十五万のロシア軍は七万、前後のドイツ軍に敗北を喫し、 5倍近い損失を出す結果に終わった。1916年夏、同様の目的でイギリス軍が損無攻勢を開始したがすぐに泥沼に陥り、連合国の西欧諸国は再びロシア軍に助けを求めねばならなくなった。ロシア軍参謀本部は西方面軍と北部方面軍による攻勢を計画し、南西方面軍のアレクセイ・ブルシーロフ将軍には、 主攻勢を補助する牽制目的の構成を予定していたが、ブルシー・ロフは自らが指揮する南西方面軍によるガリツヤのオーストリア軍への攻勢を提案した。当時、イタリア戦線ではオーストリア・ハンガリー軍の攻勢が始まって、イタリア軍は押されており、さらに西方面軍による攻勢準備は遅れているのに対して、 ブルシールフの南西方面軍による構成準備は最も進んでいたので、スタッフ家はブルシールフの構成案を承認した。西方方面軍のアレクセイ・エイベルト司令官は、先のナールチコの戦いを指揮した将軍の一人だった。彼は主勢を保つことを主張して、ブルシールフの構成計画に真っ向から反対した。1915年から陸軍は、 皇帝ニコライ2世の指導下に置かれており、作戦の最下を決める立場にあった。エーベルトは、ツァーリとロマノフ家の熱心な支持者であったが、ニコライ2世は彼を退けて、ブルシーロフの計画を承認した。目標は、前年に失ったコーベリとリボフの脱会であった。ロシア軍参謀本部もブルシーロフの構成案を承認したが、両隣の各軍が、 南西方面軍を支援することについては却下した。西側諸国からの強い圧力で、ロシア軍は予定より早く実施すべく攻勢の準備を急いだ。ブルシールフは、不評40個師団と、騎兵15個師団からなる4個軍を作戦地域に集結させた。対するのは、オーストリア軍の不三39個師団と、騎兵十個師団で、未栄に防衛線を構築していた。加えて、 ドイツ軍からの増援が見込まれていた。ロシア軍はオーストリア軍の防衛線に忍び寄って100ヤードないし75ヤード程度の距離まで近づいた。ブルシーロフは300マイル幅の正面にわたって奇襲攻撃を準備した。参謀本部は構成正面の幅を狭めて兵力を集中させることを促したが、ブルシーロフは彼の計画にこだわり、参謀本部も折れた。 6月4日、ロシア軍は大規模かつ正確だが、比較的短時間の砲撃を、オーストリア軍防衛戦に対して行い、攻勢を開始した。この攻勢の鍵は、短時間だが正確な砲撃を行うことであり、これまでの終日にわたる集中砲撃が、防衛側に予備軍を呼び寄せ、前線の残豪を放棄する余裕を与えていたのと、対照的であった。最初の攻撃は成功し、 オーストリア軍の前線は崩壊し、ブルシーロフの4個軍のうち3個軍は、幅広い戦線で前進した。この突破の成功は、オーストリア軍戦線の弱点をついて突破口を開き、主力の前進を可能にするために、ブルシーロフが考案した突撃部隊によるところが大きかった。ブルシーロフの革新的戦術は、後に西部戦線で用いられることになる。 ドイツ軍の浸透戦術の先駆けであった。6月8日、南西正面軍はルーツクを占領した。オーストリアのヨーゼフ・フェルディナント大公は辛くも、ロシア軍が入ってくる前に死を脱出できたが、このことからもロシア軍の前進の速さがわかる。オーストリア軍は全面的に敗走を始め、ロシア軍は20万人以上の捕虜を得た。しかしブルシーロフの部隊も過剰に展開しすぎたため、 彼は以降の作戦の成否はエーベルトの物体による構成次第であると通告した。にもかかわらずエーベルトは構成を延期し続け、ドイツ軍最高司令部に東部戦線に援軍を送る時間を与えてしまった。ルーツク陥楽の日に行われた会議でドイツのファルケンハイン参謀総長はオーストリアのコンラートフォンヘッツェンドルフ元帥にイタリア戦線から兵力を抽出して、 ガリツヤのロシア軍に対して送るよう説得した。ヒンデンブルク将軍は、ドイツの良好な鉄道網を利用して、再び東部戦線への素早い増援に成功した。ようやく6月18日に、エーベル都市の下弱体な兵力による準備不足の構成が開始された。6月24日に、アレクサンダー・フォンリン・シンゲン将軍は、コーベリの南のロシア軍を攻撃し、 ロシア軍の攻勢を一時的に食い止めた。6月28日に、ブルシーロフは、自部隊の攻勢を再開して、補給不足にもかかわらず9月20日には、カルパチア山脈に到達した。ロシア軍最高司令部は、英英ベルトの戦線から兵を引き抜いて、ブルシーロフの元に増援を送ったが、ブルシーロフは、兵を増やしても、自部隊の戦線が混乱するだけであると、 そのような増援には強く反対していた。やがて敵味方ともに疲弊し、ドイツ・オーストリア軍に蹂躙されたルーマニア支援のため、ロシア軍は部隊を送る必要が生じたため、9月末にようやく攻勢は終了した。作戦の第一目的は、ドイツ軍がベルダン攻勢を中止して、東部戦線に大きな増援部隊を送らざるを得なかったことにより、達成された。 オーストリア・ハンガリー軍は150万人の損失を出し、これ以降二度と攻勢作戦に成功することができず、軍事的勝利はドイツ軍に全面的に依存することとなった。また、攻勢初期の成功を見て、ルーマニアが連合国側に立って参戦することとなったが、ルーマニアはその後壊滅的な打撃を受けることとなる。しかし、このルーマニア王国は、 当時ビルヘルム2世の家系であるホーエンツォレ・ルン家の親戚にあたるものでその親戚が裏切り行為とも言える参戦を決定したことにより大きな衝撃を与えている。また遠因的に多大な犠牲を払っていたベルダン構成を中止したことにより参謀総長のファルケンハインが更迭され公認のヒンデンブルク、ルーデンドルフが就任したことによりルーデンドルフ独裁が始まり結果後に アメリカの参戦という流れを組んでいる。ロシアも約50万人の大きな損失を出したが、ロシア軍兵力の膨大さを考えると、この損失は軍事的には許容できるものであった。ブルシーロフ構成は第一次世界大戦におけるロシアの軍事的努力の頂点をなし、その絶妙な計画と指揮はロシア帝国陸軍において稀なものであった。 これ以降陸軍が払った多大な犠牲にもかかわらず、国内での政治、経済面での状況は悪化し、ロシア軍の戦力は下降戦をたどることになる。攻勢は、ロシアの戦術の質的な、目覚ましい進歩を示すものであった。ブルシーロフは、比較的少数の特別に訓練された部隊を用いて、オーストリア軍の残酷戦の弱点を襲い、ロシア軍主力の前進に必要な突破口を開けた。 この衝撃戦術はこれまでこの戦線に特徴的だった人海戦術からの注目すべき変化であった。皮肉にもロシアは大量の砲撃と大量突撃という古代時代から続く数の戦いという常識から抜け出せなかったため、ブルシーロフの戦術の進化を理解できず、これを1918年に西部戦線において襲撃部隊という形で用いて大きな戦果を挙げたのは、 ドイツ軍であり、西側連合軍も慌てて、これを模倣してさらに大きな戦果を上げた。衝撃戦術と浸透戦術は、第二次世界大戦でのドイツ軍の電撃戦や、ドイツに対する西側連合軍の攻勢で大きな役割を演じ、その後も朝鮮戦争、第一次インドシナ戦争などでも続けられ、大規模な残酷戦の時代は、アフリカを除いて終わりを告げた。ありがとうございます。